外遊スタッフ、マツケンです。はい、今日はね、DJI マビックミニ、はい、フライマーコンポ、持ってきて、青空テーブルの方で、飛ばしてみたいと思います。はい、実は、DJI マビックミニ、今日が僕初フライトです。はい、こちらの方も設定は家で、まあ、リンクはしてきましたと。で、今、プロペラガードをつけました。でね、あと、こういうヘリパッド、ランディングパッドですね、があると、土のところとか、でも、離着陸の時に、砂巻き上げないですし、まあ、目標になります。で、こういうのがあると、まあ、ここは、今日はクローズドで使ってますけれども、人が見たときにね、あ、ここ、に、まあ、離着陸するんだなっていうことで、認識してくれる方が多いので、やっぱりこういうものあった方がいいです。で、あと、注意ですけれども、ここの、こういうペグはきっちり、下までね、刺さるようにしておかないと、こう、ちょっと幅に伸びてると、そこに、離着陸の時にプロペラが当たって破損する場合がありますので、そういうことにも気をつけておきましょう。まあ、それではですね、早速、飛ばしたいと思います。はい、まずは送信機。プロポの方から電源流しです。で、DJI フライ入れていきまして、今日3本バッテリーあるんですけれども、僕はだいたい1本目必ず、ちょっとね、こういう作業、安全作業ということ、安全確認作業ということでやってます。安全確認作業ということで、こういうことをやります。はい、目、はい、周りのテープ、いきます。はい、安全でーす。はい、じゃあ、プロペラ回しまーす。はい、上げまーす。はい、操作、スティックの確認いきます。はい、上昇、下降、はい、首振り、右、左。はい、右行きます。はい、左。はい、前進。はい、後進。はい、下ろします。はい、こういうふうにね、送信機、こちらの方でスティックモード、2ということは確認しましたけれども、何かのね、間違いがあるといけないので、その日の、最初のバッテリー1本目、は、いきなり飛ばすんじゃなくって、こういうふうに、ちゃんとね、自分の思い通りに、モード2、僕モード2なんですけど、モード2通りにちゃんと動くかっていうのを、確認した方がいいです。で、あと、目線の高さでね、とか、目線より低い位置で操作する人が、DJI 機、いらっしゃると思うんですけれども、何かあった時に、突っ込んできたりだとか、した時に危ないので、やっぱりね、目線より上、2メートル、3メートル、3メートルから5メートルのところで、チェックした方がいい。上げた感じ、すっごいね、やっぱり安定してます。はい、これでまた、ちょっと撮っていきたいと思います。はい、上げまーす。回しまーす。上げまーす。はい、ホームポイント更新されました。Pモード。Pモードですね、まだ GPS 使ってないので、もうちょっと上げましょうかね。